皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、まあ、ここ数日、まあ、近日ですがやらさせていただいている甲府の移籍まとめというところでね、町田ゼルビア、 J2 の町田ゼルビアについて紹介していきたいと思います。まあ、ここ数日 J1 の各チーム、まあ、サンフレッチェ広島だったり浦和レッズというところを上げさせていただいて、まあ、この町田ゼルビアもぜひやってほしいよということだったんでね、今回町田ゼルビアの方を紹介していきたいと思います。この冬の移籍動向だったり、来季の個人的なね、注目な選手ってところに加えてね、この監督の紹介プラス来季の目標についてね、個人的に語らせていただきますので、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、この動画では目次ということで紹介していくんですけど、まず監督の紹介をさせていただいて、その次に新加入選手の紹介、その次に、2020年シーズン限りでね、退団した選手の紹介をして、その次に、まあ、サムネでも載っていた通り、来季の個人的な注目選手というところをね、紹介させていただいて、来季の目標についてをね、考えていって、最後にまとめという形の、町田ゼルビア編のね、動画を紹介していきますので、早速監督の紹介からですか、していきたいと思います。はい、ということですね、まず監督の紹介です。ポポビッチ監督です。2年目のシーズンになっています。2020年に相馬監督の後任としてですね、就任したシーズン、2020年シーズンですか、まあ、19位とね、勝ち点が49で、41得点、51失点とね、まあ、結果は物足りないシーズンに終わってしまったものの、降格がないことをね、うまく利用しつつ、若手の積極的を、もう目立つね、采配をしながら、基盤を作れたシーズンとなったのかなと個人的には感じています。J リーグではね、FC 東京だったり、大分トリニータ、セレッソ大阪でもね、指揮をした経験を持つね、まあ、日本の中でも、経験値豊富な監督になっていますので、今年のね、ポポビッチ監督の手腕に期待して、今シーズンの町田ゼルビアの飛躍ってところもね、見ていければいいのかなと思いました。はい、ということですね、続いては新加入選手の紹介をしていきます。まあ、いつも通り一選手、まあ軽くですけど紹介させていただいて、新加入のね、町田ゼルビアに新加入する選手を紹介していきます。ゴールキーパーの茂木選手です。21歳の選手です。セレッソ大阪から期限付き移籍で加入をしました。昨年はですね、セレッソ大阪のアンダー23というところで11試合に出場しました。日本人ゴールキーパーとしては195センチというね、最大の強みを持つこの茂木選手でもありますので、ぜひね、まあ、この後対談選手の方をね、話していくんですけど、まあ、ゴールキーパーというところがね、結構抜けた町田ゼルビアでもありますんで、今季のね、スタメン争いというところも期待して見ていければいいのかなと思います。続いてがディフェンダーの青木選手です。こちら22歳の選手で、拓殖大学から新加入をしています。町田ゼルビアの下部組織出身ってことがあってね、まあ、下部組織ユースまで行って、そこから拓殖大学に進学をして、またね、町田ゼルビアに復帰という形になりました。まあ、青木選手としてもね、非常に思い入れのあるクラブに、加入できたっていうのは嬉しいと思います。この青木選手ですけど、関東リーグではですね、5ゴール4アシストということで、とてもね、攻撃センスも光る選手でもありますんで、まあ、ディエンダー登録でありますけど、攻撃、前目のね、起用っていうところも全然あり得るのではないかなと感じています。続いて、ディエンダーの奈良坂選手です。こちら18歳の選手で、東光学園高校から新加入をしています。高卒の選手ですね。キャプテン心を持つ、熱血センターバックということでね、東光学園の時にもキャプテンを務めるなど、とてもね、リーダーシップの発揮できる、センターバックとなっていますんで、町田ゼルビアで、活躍してほしいと思いますし、高校生ながら187センチというね、身長を持つ、空中戦にも持ち味もありますので、そこら辺にも注目して見ていければいいのかなと思います。はい、ということで、続いてが水本選手ですね。まあ、奈良坂選手とは違いというか、まあ、35歳、ベテランのセンターバックになっています。サンフレッチェ広島から、まあ、今季ですね、完全移籍で加入することが決まりました。昨年はですね、町田ゼルビアに期限付き移籍、まあ、サンフレッチェ広島から期限付き移籍をしていて、41試合というね、センターバックでフル稼働を果たしました。鉄人の名のごとく、今季の活躍にも期待したいですし、まあ、センターバックのところで言うと、この後紹介するね、高橋選手というところも加入しましたんで、まあ、さらにね、センターバック争いは激化していくと思いますけど、頑張ってほしいのかなと思います。続いてが、三木選手です。同じくディフェンダーですね。こちら27歳の選手で、モンテディオ山形から期限付き移籍で加入をしました。昨年はモンテディオ山形で、16試合に出場しました。名古屋グランパスの下部組織出身ということもあって、かつてね、町田ゼルビアの所属経験もあるということでね、まあ、この再び、町田ゼルビアに戻ってこれたっていうのは嬉しいことだと思いますし、今季のね、スタメン争いっていうところも勝って、活躍に期待していければいいのかなと思いました。このページのラストのところで、高橋翔平選手です。
29歳の選手、ジュビロ磐田から完全移籍で加入をしました。昨年はですね、ジュビロ磐田から東京ヴェルディに期限付き移籍をして、東京ヴェルディで29試合に出場しました。東京ヴェルディをはじめ、大宮アルディジャだったり、ヴィッセル神戸、まあ、ジュビロ磐田でも活躍したね、とても、まだ29歳ながらね、経験値豊富なセンターバックとなっていますんで、この町田ゼルビア、まあ、深津選手だったり、水本選手含めね、センターバック、たくさんの、経験値豊富な選手がいますけど、そこでもね、スタメン争いに勝って、ぜひね、活躍していく姿っていうところもね、期待していければいいのかなと思いました。はい、ということですね、続いてがデューク・カルロス選手です。こちら20歳の選手です。ファジアーノ岡山から、期限付き移籍で加入をしました。昨年はですね、ファジアーノ岡山で、9試合に出場して、まだね、20歳と若いということもありますし、若さを生かした積極果敢なプレーということもね、このデューク・カルロス選手の特徴でもありますんで、この若さを生かしたプレーというところもね、今季期待していければいいのかなと思います。もう一人、ディフェンダーのところで森下選手ですね。22歳の選手で、セレッソ大阪から期限付き移籍で加入をしました。昨年は松本山に期限付き移籍をしていて15試合に出場しました。セレッソ大阪は下部組織出身の選手というところもあってね、とても足元の技術に長けた選手でもありますんで、まあ、今シーズンの活躍にも期待していければいいのかなと思います。続いて、長谷川アーリアジャスール選手です。32歳の選手です。名古屋グランパスから完全移籍で加入をしました。まあ、昨年はですね、結構大怪我などもあってね、出場はなかったものの、まあ、今季、町田ゼルビアに加入するということが決まりましたんで、ぜひね、コンディションを整えて、町田ゼルビアで活躍してほしいなと思います。FC 東京だったり、セレッソ大阪、サラゴサでもね、この、現監督のポポビッチ監督からね、指導経験もあるということもありますんで、このね、恩師のもとに、再びね、町田ゼルビアとして戻ってこれたっていうのは、長谷川アリアジャスール選手としてもね、嬉しい限りだと思いますんで、ぜひね、恩師への活躍っていうところもね、期待していければいいのかなと思います。続いてですね、高江選手です。22歳の選手です。こちらね、J リーグニュースでも先日話させてもらいました。ガンバ大阪から完全移籍で加入をしました。昨年はですね、町田ゼルビアで、期限付き移籍をしていて41試合とね、フル稼働を果たした選手になっています。若き新鮮のね、活躍、まあ、この高江選手含めてね、若き新鮮の活躍がね、今季の町田ゼルビアの順位を大きく左右していくのかなと思いますんで、ぜひね、この高江選手に注目していってほしいのかなと思います。続いて、フォワードの太田選手です。24歳の選手です。ヴァンフォーレ甲府から完全移籍で加入をしました。昨年はですね、ヴァンフォーレ甲府で31試合に出場しました。昨年もヴァンフォーレ甲府で31試合に出場し、6得点を記録しているということもありますんで、町田でもね、前線の得点に絡むシーンというところをね、どんどん増やしていって、得点をですね、量産していってほしいなと思いました。続いてがですね、まあこの、町田ゼルビアのこの冬の注目の移籍になったのかなと思います。チョンテセ選手です。36歳の選手です。清水エスパルスから完全移籍で加入をしました。昨年はですね、清水エスパルスで2試合と、シーズン途中にアルビレックス新潟に移籍して、そこから出場して26試合に出場しました。これもですね、J リーグニュースの方ではまあ詳しく話しているんですけど、引退直前で踏みとどまったということもあってね、この町田ゼルビアに、縁があったのかなと思います。2016年の得点王は、どこまでね、今季大爆発してくれるのかっていうところも期待したいですし、まあ、この引退直前、まあ、引退を決意して踏みとどまったというね、経緯を知ったら、まあ、さらにね、J リーグサポーターの方々は応援したくなる一面でもあると思いますんで、今季のね、チョンテス選手の活躍にも期待していければいいのかなと思います。続いてラストですね、ウンダンターラ選手です。21歳の選手で横浜 F ・マリノスから期限付き移籍で加入をしました。まあ、このウンダンターラ選手はですね、高校時代にも J リーグのコンサドール札幌のね、練習参加の経験もあるということもありますし、まあ、この大学を得て、新加入をした横浜マリノスから期限付き移籍というところもありますんで、身体能力をね、生かした攻撃参加が特徴だと思います。ぜひね、注目して見ていってほしいのかなと思いました。はい、ということですね、ここから対談選手の方を紹介していきます。新加入選手もね、結構多かった町田ゼルビアですけど、対談選手もちょっと多くなってしまったってところで紹介していきます。一人目、広末陸選手です。22歳の選手で、来季は、来メール青森へ完全移籍することが決まりました。まあ、こちらね、町田ゼルビアには昨年ですか、期限付き移籍という形で加入をしていましたんで、FC 東京から青森に移籍するという形になっています。昨年はですね、町田ゼルビアでも出場機会はありませんでした。高校時代からね、青森山田高校として、名を馳せていた広末陸選手はですね、新天地の青森で輝きを放てるかというところが期待したいなと思います。続いて、ゴールキーパーの渡辺選手です。
22歳の選手で、来季はカマータマーレ・サヌキへ完全移籍することが決まっています。昨年は福島ユナイテッドで12試合出場しました。強気のセービングっていうのはこの渡辺選手の特徴でもありますんで、新天地のご活躍期待していきたいなと思います。ラストのところでね、ゴールキーパー3人ということで、放出になっています。秋元選手ですね、33歳の選手で、来季は愛媛 FC へ、期限付き移籍することが決まっています。まあ、このレンタル元というところはね、湘南ベルマーレでもありますんで、このマチアズリビアには昨年ね、期限付き移籍という形で、加入をしていました。昨年はマチアズリビアで29試合に出場しました。復帰した愛媛 FC で熱いプレーに期待というところでね、愛媛 FC はかつて在籍したクラブでもありまして、復帰という形になりますんで、ぜひね、活躍に期待していければいいのかなと思います。続いてがディフェンダーの下坂選手です。27歳の選手で、来季はブラウブリッツ、秋田へ完全移籍することが決まっています。昨年の出場はありませんでした。J2 昇格を果たした秋田というところでね、まあ、新天地にはなりますけど、ご活躍に期待していければいいのかなと思います。続いてディフェンダーのノリエガ選手ですね。ノリエガ・エリック選手です。こちら19歳の選手、来季は清水エスパルスへ期限付き移籍復帰という形になっています。まあ、レンタルバックという形ですね。昨年はマチアズリビアで7試合出場しました。清水エスパルスの、ね、下部組織出身の選手ということもあって、まあ、レンタルバックしてね、2021年シーズンですか、は清水エスパルスで、プレーするということが決まっていますので、ぜひね、19歳というまだ若い年齢ですけど、頑張ってほしいのかなと思います。このページのラスト、大谷選手ですね。25歳の選手です。来季は愛媛 FC へ期限付き移籍することが決まっています。昨年はマチアズリビアで1試合の出場経験にとどまりました。サンフレッチェ広島の下部組織出身の選手ということもあってね、自分もよく知っている選手ですけど、新天地愛媛 FC ということが決まりましたので、そこでのね、ご活躍期待していければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、続いての対談選手を紹介していきたいんですけど、このミッドフィルダーの井上選手とリハンジェ選手ですね、は引退という形になっていますんで、まあ、長らくね、サッカー人生ということで、ひとまずね、区切りはつくと思いますけど、まあ、第二の人生としてね、まあまだ何をするかというところは正式な発表はありませんけど、頑張ってほしいのかなと思います。ミッドリーダーの森村選手から話していきます。32歳の選手で、来季はクリアソン新宿という、ね、クラブに完全移籍することが決まっています。昨年はマチダゼルビアで14試合に出場しました。まあ、この森村選手は FC 東京の下部組織出身の選手ということもあってね、まあ新天地で新宿に移籍することになりましたけど、新天地のご活躍期待していきたいなと思います。続いてがフォワードの安藤選手ですね。安藤瑞希選手です。21歳の選手で、来季は水戸ホーリーホックに完全移籍することが決まっています。昨年は期限付き移籍でマチアゼルビアにね、移籍をしていて33試合出場して7ゴールという結果を残しました。まあ、フィジカルを生かしたゴールハンターというね、名をも持っていますし、まだね、若い選手でもありますんで、これからの活躍期待していければいいのかなと思います。続いてですね、ミッドリーダーのジョン・チュングン選手ですね。こちら25歳の選手で、来季は韓国の水原 FC へ、完全移籍することが決まっています。昨年はマチアズリビアで25試合に出場しました。まあ、このジョン選手としても、韓国、まあ、母国復帰となったのは嬉しいと思いますんで、応援していきたいなと思います。続いてですね、ドリアン・バブンスキー選手です。こちら24歳の選手で、未だね、新天地というところは多分未定になっているのかなと思います。昨年はマチアズレビアで12試合に出場しました。まあね、この新天地が決まっていないというところもありますんで、決まり次第というか、今後の移籍動向というところも個人的にも追っていければいいのかなと思いました。というところでですね、ラスト、ジョセフ選手ですね。20歳の選手で、新天地もここも未定という形になっています。昨年はですね、マチアズレビアで7試合に出場しました。まあ、このジョセフ選手は、生え抜き、まあ、下部組織出身の選手ということもあってね、結構悲しいサポーターの方も多いのかなと思います。まあ、最終戦の前に、契約解除したっていうのがね、まあ、個人的にはちょっと疑問点でもあって、まあ、どういう経緯で、この最終戦前に、契約解除したっていうのはわかりませんけど、まあ、今後のね、進展だったりっていうところもね、追っていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、ここからは来季の個人的注目選手について話していきたいと思います。まあ、ここにも書いてる通り、高江レオ選手、22歳の選手を個人的にはね、来季注目して見ていきたいなと思います。今季のですね、個人的注目選手として高江選手を挙げさせてもらいます。チョンテセ選手のというところとね、ちょっと迷ったところはありますけど、昨年もマチアズレビアに期限付き移籍をしていて、41試合3得点という活躍をしてですね、ポポビッチ監督から信頼も厚く、ガンバ大阪から完全移籍という形になりましたんでね、まあ、そちらそういう背景も含めて、まあ、高井選手というところを、今回挙げさせていただきました。豊富な運動量だったり攻守においてね、格となったマチアズリビアの格となった2020年シーズンとなりましたけど、
マチアゼレビアが昇格争いをしていく上で、この高井選手の成長というところも大きく関わっていくと思いますし、まあ、この高井選手の調子次第でね、どんどんマチアゼレビアも波に乗っていけるのかなと思いますんで、個人的に今季の高井選手というところにね、特にマチアゼレビアの中で注目していきたいと思います。はい、ということですね、続いてがマチアゼレビアの来季の目標について、話していきたいと思います。まあ、この題名みたいな感じで大きく見出しにさせていただいたのが、失点減で上位進出へというところを挙げさせていただきます。2020年シーズンは失点が52ということでね、 J2 と比べると、まあ、真ん中のちょっと下ぐらいということでね、まあ、めちゃめちゃ多いわけではないんですけど、現戦力の深津選手をはじめですね、この冬加入した、まあ、新加入選手の方でも話させていただきましたけど、水本選手の完全移籍の獲得だったり、高橋翔平選手を獲得するなど、まあ、実力派の経験豊富なセンターバックを揃えていたというところもありますんで、まあ、そのセンターバック陣をね、活かしてというか、まあ、軸に失点を減らしていくことが上位進出へのね、まあ、最大の近道というか鍵になるのかなと個人的には考えました。フォワード陣のところで言うと、安藤瑞希選手はね、移籍はしてしまったものの、調達選手だったり、ヴァンフォーレ甲府から太田選手など、充実した補強が行えてると思いますんで、まあ、まずはね、失点を減らしていって、手堅く勝利するっていうのが、まあ、J1 昇格への鍵になるのかなと思いますので、そこをね、重視して戦っていければいいのではないかと個人的には考えましたんで、まあ、そちらね、今季の目標、個人的な目標として挙げさせていただきました。はい、ということですね、今回この冬の移籍動向だったり、まあ、今季ね、自分が期待している注目選手というところだったり、来季の目標についてというところでね、マチアゼレビア編を紹介させていただきました。まあ、J1 のクラブの紹介が結構多い中で、この J2 のクラブっていうところもね、ここからどんどんやっていきたいと思いますんで、ぜひね、やってほしいクラブなどあればコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、これからね、まだまだいろんな各クラブのチーム動向というところもやっていきたいと思いますし、まあ、今日の昼にですね、これが2本目の動画となってまして、1本目の動画のところで、J1 の開幕戦のところもね、結構長い動画にさせていただいて、そちらもね、上げさせていただいてますんで、見てない方はまたね、見てくれればいいのかなと思いました。ということでですね、明日以降もやっていきたいと思いますんで、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでですね、ではまた、バイ。